おはようございます。高齢者の痩せ対策委員会がお届けする専門家が答える介護班ラジオのお時間です。この番組では高齢者の痩せ対策委員会のメンバーであるニュートリー株式会社と看護情報誌ナースマガジン編集長の岡崎恵子が毎回専門家の方々をお迎えし、リスナーからの介護や食事、体重減少にまつわるご相談にお答えいただきます。皆さんの日々の暮らしに役立つヒントをお伝えしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。前回に引き続きゲストは医療法人社団有償会理事長診療部長の佐々木淳先生です。先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて、今回のテーマは高齢者の痩せにはどんなリスクがあるのか、健康管理上の問題、日常生活への影響についてお話ししていきます。ではお便りをご紹介します。70代の男性からの質問です。私自身のことなのですが、妻に先立たれてから食事がおろそかになっているなぁと感じています。簡単にできるものやレトルトに頼りがちで、おかずがないときはご飯と漬物だったり、面倒になると一食抜いてしまうこともあります。年の割には元気な方だと思いますし、もともと細身だったので見た目でやつれている感じはないのですが、体重を測ってみたら以前より2キロ痩せていました。年を取ってから痩せるのは太っているより良いと思ったのですが、実際どうなんでしょうか、というお便りでした。今何か問題があるわけではなさそうですね。痩せていても元気なお年寄りって確かによくいらっしゃると思うんですけれども、でも先生から見て高齢者が痩せるとどんなリスクとか生活への影響があるんですか、教えてください。基本的にその体重が減少していくっていうのは、前回もお話ししましたけど、筋肉量の減少を伴うことが多いんですね。で、筋肉量が減少し体重が減少していると、徐々に運動機能が低下していきます。で、痩せててお元気っていう感じですけど、ちょっと一歩それよりも体重が減ると、ちょっとするとサルコペニアとかフレイルになってしまうリスクが高いので、少しですね、標準よりも体重が少ないという方は、少なくとも標準体重には近づけていくってことがいいのかなというふうに思うんですね。で、痩せてる方は確かに痩せてて元気っていうイメージの方は多いと思うんですけど、実は痩せている高齢者はそうでない高齢者よりも死亡のリスクが高くなるということは分かっています。例えばその BMI、 一般的には22っていうのが標準と言われています。22を底辺に、18.5 から25の間、 18.5 下回ると痩せ、25超えると肥満ですね。その間にいましょうねって話になってるんですけど、高齢者の場合にはですね、この22よりもちょっと重たいところにこの安全なカーブの底辺があるということが分かっていて、22でもちょっと痩せ型っていうイメージですね。で、22の人と BMI 16未満の人を比べると、女性の場合は死亡のリスク、16未満だと実は 2.6 倍になるという報告もあります。で、なのでですね、シャキッと細くてシャキシャキしてるおばあちゃんっていうのは見た目ちょっといい感じですけど、やっぱ何か起こった時にやっぱり死亡のリスクが高いんですね。で、その何かって何かっていうとですね、精神面、身体面に大きなストレスがかかった時に、やっぱりそういう死亡率が高い状況になりやすいってことは分かってます。例えばですね、アメリカで行われた研究では、老人病院に入院した高齢者ですね、入院した時に低体重だった方、あるいはその栄養状態が悪かった方と、からちょっとぽっちゃりしてる人、栄養状態のいいか悪いかっていうので、そこから先の生存率っていうのを調べた研究があります。 MNA っていうのでですね、栄養評価をしてるんですけど、で、これでちょっと栄養が足りなかった方は、そうでない方に比べて3年後の生存率がわずか4分の1だったという報告があります。この痩せてる人っていうのはもともとがんだったんじゃないのとか、感染症だったんじゃないのって思われるかもしれませんけど、これはちゃんと統計的に処理してあって、年齢と性別ともともとの病気の種類で調整しているので、純粋に栄養状態の影響というふうに考えていいと思うんですけど、痩せてるか太ってるかだけで、体に大きなストレス、例えば入院などが起こった時にはこれだけ差が出るよってことは分かってるんですね。そうなんですね。それはびっくりですね。前回聞き忘れちゃったんですけれども、 BMI、 はい、はい、これをリスナーの方にちょっと簡単に説明してください。はい、 BMI というのは身長と体重から計算する、体格の指数ですね。身長をメートルで表示をした状態で、で、体重からそのメートルの、身長の2乗割り算します。で、そうすると数字が出てくるんですね。
で、一般的には22が標準と言われてるんですね。22が標準としている根拠は何かというと、全国の公務員の検診データから、はい、BMI が22の人が一番病気が少ない、死亡率が低いということが分かった。だから一応、厚生労働省も我々の指導も一応22を基準に行われることが多いんですが、ただこれはさっきも言いましたけど、公務員の検診データから取ってるんで、18歳から60歳のデータなんですね。例えば75とか90の人はじゃあ22が一番いいのかっていうと、ちょっとそれは調べたことがなかったので、実は文科省が大規模な調査をして、で先ほど言ったことが分かった、22だとちょっと痩せすぎっていうことですね。そういう調べる調査をするって言っても、その幅によって全然違うっていうか、高齢者を一括りにその成人の中に入れていいのかみたいな話もありますよね。そうですね、やっぱりこれまで我々の医療っていうのは、健康な人の健康寿命を伸ばすっていうことがフォーカスだったので、若い人たちを BMI22 に近づけるってことには意味があったと思いますけど、最近は健康寿命を終えてから10年、長い人で20年と生きていくので、この時期をより健やかに生きるためには、健康寿命を伸ばすための健康上の介入よりも、ちょっと違った考え方がやっぱり必要になってくるってことだと思うんですね。なるほど。22が健康的で理想的と言われてても、高齢者の場合はもうちょっと上を目指した方がいいということなんですね。その22を目指さなきゃいけないのは若い人たち、若い人たちの健康のリスクっていうのは、動脈硬化性疾患、脳梗塞とか、それから心筋梗塞、生活習慣病っていうのは動脈硬化を起こして、それは脳梗塞、心筋梗塞を起こして、それが健康寿命を縮めるということになるので、したがって、その血圧が上がらないように、血糖が上がらないように、だから太っちゃダメ、メタボを避けてってやるんですけど、高齢者の場合には、動脈硬化性疾患というよりも、もう年でみんな動脈硬化が進んじゃってるので、今更太ってても痩せてても、そこはあんまり影響がない。むしろ痩せすぎによって肺炎とか骨折、でそれによって要介護度が悪化したり、入院したり、亡くなったりというケースが多いので、だからリスクの要因が動脈硬化性疾患から、脆弱性疾患と我々呼ぶんですけど、肺炎とか骨折にシフトしてくるんですね。そのためには、むしろしっかり食べて、栄養状態を良好に保ってもらった方がリスクが少ないことですね。筋力も衰えると、転んだりしやすいとか、そういうこと出てきますよね。そうですね、栄養が足りなくなると筋肉量が減少し、筋肉量が減少すると運動機能が低下し、運動機能が低下すると動くのが億劫になって、ますます食欲が低下してって、これがフレイルサイクルという悪循環ですね。でその結果の中で、先ほどおっしゃった通り、足腰が弱れば転びやすくなる、転べば骨折を起こしやすくなるし、例えば栄養状態が悪化すると、一般的な言葉で言うと、いわゆる免疫力というか体の抵抗力が落ちます、それからその筋力が低下するっていうのは、歩く力だけじゃなくて、飲んだり食べたり喋ったり咳をしたりする力も落ちるので、それぞれ異物を吐き出す力も弱くなる。そうすると誤嚥性肺炎が起こりやすくなりますよね。だから高齢者の病気っていうのは、基本的には背景要因としては、低栄養から始まるその筋量減少、運動機能低下っていうこのスパイラルが回ってるんだ。そうなんですね。全てにつながっちゃうんですね。それはもう本当大ピンチですよね。早く気がつかなきゃダメですね。そうですね、やっぱりちょっと早く気がついて、早く戻すということがとても重要なんだろうと、戻せる方に関してはですね、思います。で前回先生がちょっと触れてましたけど、その、食べるっていうその環境の問題、栄養素がうんぬんっていう以前 その食べられる状況かどうかみたいな話、その中に今結構先生もおっしゃってるのが、孤食、要するに独居の方だとか、あとご家族と一緒に住んでるんだけど、お昼は皆さんお仕事に行ってるから日中独居とか、そういって、なんかこう誰も相手がいない中で用意されてたとしても、なんかな、食べても美味しくないな、つまんないなみたいな感じで残される方も多いと思うんですけれども、でそういう方たちになんかこううまい手はないでしょうかね。なかなかここはね、その難しいところなんですよねでそのお食事っていうのは、単にその栄養を取るという行為以前に、生活を楽しむっていう行為であったりとか、あと食事って本来は一人ではなくてね、誰かと一緒に食べることが、誰かと一緒に準備をして食べて、一緒に片付けてっていう、プロセスが本当はあったと思うんですけど、要介護の高齢者の場合には、誰かが作ってポンと置いてきて、で置いてって帰っちゃうみたいなですね。で、そんな中でやっぱりその、食べたくないなみたいなのはあるのかもしれないですね。
ただ一方で、例えば老人ホームの入居者を対象にした研究なんかでは、何が一番の楽しみかっていうと、お食事って答える方も多いんですよね。うん、だからどうしてもその栄養管理をしてあげようってことではなくて、はい、どうしたら楽しく美味しく食べてもらえるのかなっていう感覚っていうのもやっぱり我々持つべきだと思いますし、あとはお食事をやっぱり一人で食べるんじゃなくて、まあ、何かで食べるっていうのも、まあ、場合によってはですね、セッティングとしては重要なのかなと思うんですよね。例えば私たちも在宅栄養サポートで栄養士が食べられないっていう方のご自宅に行くんですね、はい、ケアマネージャーさんからは食べてくれないんでちょっと栄養問題ないか見てくださいって言われて行って、うんうん、栄養士が食事を作って一緒に食べるともりもり食べるんだけど、でもヘルパーさんが作って置いてった冷蔵庫の中の食事は食べないんですよね。で結局その人はどうしたかっていうと、栄養介入続けたんじゃなくてデイサービスに行ってもらうようにした。そしたら向こうで毎回美味しくしっかり食べて帰ってくるんですね。だから食事っていうのはそういうセッティングもやっぱりすごく大事なんだろうなと思いますね。そうですね、一緒に食べてくれる人がいないっていうのがなんかつまらないっていうか、そうですね、そうですよね、なるほど。じゃあどうやって楽しく生きていただくか、その中の一つに、まあ、食事というのもあるぐらいの考え方の方がいいんですかね。そうですね、我々がやんなきゃいけないのは健康管理ではなくて、その人にとっての幸せな人生を実現するということですよね。だからその体重を減らさないっていうことでその人がハッピーなのかっていうと、それは必ずしもそうじゃないかもしれないですよね、はいはい、だからその人にとってのいい人生って何なのかってことを考えて、まあ、そのための手段として栄養というのは当然あるわけで、栄養管理のためにその人の人生がつまらなくなっちゃったら、まあ、それは本末転倒ですよね。確かにですね、はい、でもなんかちょっとそんな話もあちこちでね見聞きしますから、ここは一つそういう栄養関係の先生だけじゃなくて在宅見てる先生とか、まあ、ケアマナさんのとこがもうちょっと人生の楽しさをこうフォローするじゃないですけどね、そうですね、そういう感じで見てもらえるといいですね、まあね、どうしても専門職は、まあ、管理したくなるですね、で何らかの指標を良くしたくなりますけれども、やっぱりその人にとっての理想の状態とか幸せな状態っていうのはやっぱり人によって、まあ、違いますから、それはまあしっかりキャッチした上でその人の優先順位に応じて、まあ、やっていく。だから例えば誤飲のリスクがあるから食べちゃダメじゃなくて、食べることが重要なんだったらどうやったらリスクをヘッジしながら食べられるかってことを考えてあげたりとか、それは確かに塩分制限した方が安全かもしれないけど、はい、でもこの人にとって塩分制限をかけることが残されたわずかな期間の命にどれほどの命があるの意味があるかってことを考えると、まあ、そんな大したことないってこともありますよね、はい、やれることを全部やってあげたいではなくて、やっぱり本人にとって望む状態にいかに近づけられるかってことをやっぱり考えていくっていうのが栄養ケアにおいても大事なんじゃないかなと思いますね。お年寄りになるとなかなか運動らしい運動っていうんですかね、そういう負荷をかける運動っていうのがちょっと難しいのじゃないかと思うんですけれども、割とこう誰でもこう手軽にできる運動でその筋力をアップさせるような、なんかそんなのってあるんですか。要介護のご高齢者でなければ歩くっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますね。歩く、はい、歩く。で、歩くっていうのは、まあ、足だけではなくて、体幹の筋肉も使います。全身の運動なので、まあ、とてもいいですし、まあ、腕を鍛えてもいいけど、腕で何かがね、将来できるってことはない。やっぱり足の筋力が、まあ、将来の活動性を左右するので、はい、歩く力を守ってほしいっていうのは一つありますかね。で、それからまあ、あとは高齢者であっても、最近は安全な筋力トレーニングを指導してくれるところも、増えてきてると思います。リハビリテーションというんではなくて、はい、フィットネスクラブで、まあ、筋トレをして筋肉を蓄える、はい、で特に男性なんかは年齢と関係なく運動してタンパク質取れば筋肉は増えていきますから、まあ、そこはですね、年齢だけではなくて、もっともっと元気にいたいというのであれば筋肉量がね、健康寿命の予後を決めると言っても、まあ、過言ではないので、まあ、しっかり筋肉蓄えていくというのはぜひぜひと思います。そうですね、はい、そのためにも、まあ、タンパク質とか栄養をとって、そして運動をするっていう、そうですね、そこのバランスですかね、はい、まあ、優先順位としてはまずしっかりカロリーを確保するということですね。カロリーが足りない状況でタンパク質とっても、うん、タンパク質が栄養として分解されてしまうので、はい、筋肉の減量にはちょっとなりにくい。しっかりカロリーとってしっかりタンパク質を取るですね。このしっかりタンパクっていうのが大体、まあ、これまでは体重1キロあたり1グラム取ってればいいんじゃないかって言われてたんですけど、高齢者の場合にはもうちょっと取った方が筋肉量を維持しやすいとかですね、あるいはもうちょっと取ると運動しなくても筋肉量が減りにくいとか、まあ
なんとなくタンパク質たくさん取ると腎臓に負担かかってみたいなことを心配される方多いですけど、どうもそれはなさそうだということが最新の研究では分かってきたので、はい、高齢者こそしっかりタンパク質を取って筋肉を増やす、守るということに取り組んでもらえたらいいんじゃないかなと思ってます。まあ、できればあれですよね先生、それはまあ高齢になってから急にやるんじゃなくて今から、まあ、そうですね、若いうちからしっかり、若いうちのその生活習慣病とかそのメタボの予防っていうところは考えつつも、一定の年齢っていうか先生の本だとまあ65歳以上になったら太りなさいっておっしゃってるんですけど、だいたいどんな目安で自分でチェンジしようとかっていう、はい、今日本の高齢者はですね急速に若返っています。若返っているというか日本の高齢者は基本的に若いんですね。世界標準の65歳と日本の75歳がほぼ同等だというふうに言われてます。はい、それは何の比較をしてるんですか？それはある指標があるんですけど、はい、健康度とかですね、運動機能とかですね、まあ、年々若返っている日本の高齢者ですね。そうなんですか。65歳が高齢者だっていう基準はですね、うん、まあ、本当に大正時代の頃に作られた基準なんで、そうなんですね。まあ、今はもう65歳が高齢者っていうふうには考えなくていいかなと思います。でただ今まである疫学データなどを見てみると、60代の最も死亡のリスクの低い BMI っていうのは、まあ、もう男性の場合は25近くになってるんですね。だからまあその22に近づけろっていうのを、まあ、高齢者まで強いるっていうのはちょっとやりすぎかもしれませんが、はい、ただ単にでも体重って増やせばいいっていうわけではなくて、まあ、体重の質もとても大事です。やっぱり筋肉をつけないと脂肪だけで体重を増やすっていうのは、まあ、これはあまり健全とは言えないので、うん、まあ、しっかり運動しながらタンパク質もとって、まあ、筋肉量を維持して結果として体重も守られてるっていうのが本来は理想的かなと思いますけれども、はい、まあ、ただ皮下脂肪も一定量必要なので、はい、あ、よかった、ちょっとは必要なんですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。では若い頃からそういう体を動かして筋肉をつけるというそういう習慣をつけるというのはもちろん大事だとは思うんですけれども、やっぱりそこの切り替えの時に自分でなんか最近ちょっと体力落ちてるかなみたいな、それを、まあ、体重が一つ指標としてはあると思うんですけれども、親御さんというか高齢のご家族の様子を見ていて、なんかもうちゃんと食べないとダメだよ、今ピンチだよっていうのが分かるような、なんかそういう指標っていうよりももうちょっと分かりやすい何かってありますか？そうですね、基本的にピンチだって感じるっていうのはおそらくだいぶヨタヨタしてきたなっていうことだと思うんですね。で、このヨタヨタはいかにこう可視化するかっていうことなんだと思いますけど、一般的には身体機能のヨタヨタフレイルは、はい、歩行速度とそれから握力で評価をすることが多いんですね。ただその歩行速度を測定したりとか握力を測ったりってなかなかちょっとハードルが高い、と思うんですね。で、そこで僕がよく患者さんにお勧めしているのは、交差点を歩行者信号が点滅する前に渡り切れるかっていうのが一つですね。4車線ぐらいのちょっと幅の広い道路ですね、はい、で一定の間青信号、はい、一定すると点滅になりますけど、はい、普通の人は青になった瞬間渡り始めて点滅の前に渡り切れます。で、渡り切る前に点滅が始まってるとちょっと歩行速度落ちてますねって一つ、これはすごく分かりやすいですね。握力に関してはペットボトルのキャップを開けるっていうのがあります。ペットボトルのキャップっていうのは標準的な握力なら開くように作られてますけど、ちょっとあれが一人で開けられないってなると握力が低下してる。だからちょっとその信号渡るのがおぼつかないよとか、はい、あとはペットボトル誰かに開けてもらわなきゃいけないよってなってきたら、まあ、これも明らかにフレイルなので、ちょっとその体重をね、あるいは筋力をちょっと戻すための介入をした方がいいんじゃないかって考えるきっかけになるかなと思いますね。先生、私も開けにくいんです最近。そうですか。はい、もう前期高齢者に突入してしまったので前期高齢者は高齢者ではありませんので、あ、そうか、はい、頑張ってやってください、はい、今からでも遅くないでしょうか遅くないと思います、うん、なんか高齢になってもその筋肉は増やせるんだっていうお話、あれもなかなかね、もう高齢者になると、まあ、食べてもそんなに劇的に増えないでしょうみたいな話ありましたけど、たまにボディービルやってる80何歳のおじいさんとかテレビで見たりすると、いや、そうでもないのかなと思うんですよね、うん、そうですね、ただ単に食べてないだけ、動いてないだけだと思いますね。食べて動けばリハビリで筋力を増やすことは、うん、リハビリというかトレーニングで筋力を増やすことはできると思います、はい、まあ、食欲がないっていうのはある意味動いてないから
お腹が空かないっていう、まあ、それも大きいんですかね。フレイルサイクルってさっきちらっと話しましたけども、はいはい、やっぱりその食べて動くっていうことをしないとですね、うん、食べない、食欲ない、筋肉減って、運動機能落ちて、動くのが億劫になってって、どん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 こう、悪循環になっていくので、まあ、どっかでやっぱり切り替えなきゃいけないんですけど、やっぱスイッチの入れどころは、まずしっかり食べる。で、食べないで動いたって筋肉増えませんから、まあ、食べて動いてですね。それやってるうちに、まあ、食欲も出てくるんじゃないかと思いますけどね。なるほど。ですね、食欲がないないってぼやいてないで、それだったら歩きましょうぐらいな感じですかね。できればお散歩の相手がいるといいですね。そうですね。私も自分の生活をちょっと見直してみて、はい、運動もしていきたいと思います。では改めて今回のまとめとして、リスナーの方に今日覚えておいてほしいことをいくつかお願いします。まあ、しっかり食べて筋肉体重維持するってことはすごく重要なんですけれども、特に栄養介入、栄養に気をつけなきゃいけない、まあ、シグナルとしてちゃんと道路を渡りきれるとか、ペットボトル開けられるっていうのはぜひ覚えておいていただいて、はい、もし皆さんの周りでその辺難しくなっている方がいたら、フレイルの入り口だぞということで、しっかりと栄養をとっていただくというところから始めてもらいたいのと、あと、まあ、筋肉というのはですね、しっかりと栄養が取られて運動刺激が入れば、まあ、高齢者は若い人に比べるともちろん筋肉は作りにくいですけれども、できないわけではないので、はい、でしかも筋肉は若いうちの方がつきやすいというのもありますから、はい、お年寄りの介入ももちろん大事ですけど、まあ、皆さん自身もですね、長い人生を健全に生きるために、まあ、筋肉を貯金するという、まあ、そういった取り組みもしていただけたらいいんじゃないかなと思います。貯金の金は金ではなくて筋肉の金ですね。筋肉の金ですね。はい、はい、わかりました。どうもありがとうございました。次回も引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。ここで専門家が答える介護班ラジオからのお知らせです。この番組ではリスナーの方から介護のお悩みを募集しています。日常生活における介護のお悩み、お食事や痩せ対策など、専門家のご意見を伺ってみたいと思う方は、具体的なお困りごとをできるだけ詳しく、詳細欄にありますメールフォームよりお寄せください。番組へのご感想やフォローもよろしくお願いします。最後に、高齢者の痩せ対策委員会のメンバーであるニュートリー株式会社からのお知らせです。ニュートリーは主に病院や介護施設で利用されている栄養補助食品を開発、製造、販売しています。高齢者の体重減少を社会課題と捉え、具体的な対応策として特別用途食品の活用などの啓発活動も続けています。病院でもご自宅でも、療養される方とそのご家族の健康を守る栄養ケアが取り入れられるよう、分かりやすい情報提供に努めています。興味のある方はこちらも概要欄のニュートリー株式会社のリンクからご覧ください。次回の放送は9月30日朝6時にお届けします。次回もどうぞお聞きください。お相手は看護情報誌ナースマガジン編集長岡崎恵子と、医師会の佐々木純でした。